さあ、雨が上がりましたよ。まったぜ。まあでもその間ね、いろんなアップル系の OS のアップロードっていうアップデートしてましたんでね、ちょうどいい時間になりました。いやー、雨がすごい降ったんでね、今は涼しいですね。気温もまあ28度って書いてあるけど、もっと涼しいんじゃないかな。歩いても1分もかからない、クラフトビールのお店に今日は行こうと思って、ほらもう着いちゃったよ。ノーカットです。こちら。なんて書いてあるの？オアビエンクラフトブリュワリーかな。おー、いいじゃない。いいじゃないの、これ。はい、じゃあ今日は夕飯その他、ここでやりましょう。見てくれてありがとう。最後までゆっくり見てね。チャンネル登録してくれたら嬉しいな。いや、はい、早速入ってまいりましたけれどもね、店内はね、やっぱりクラフトビールのお店ということもありまして、まあベトナム風という風情は全くなくて、パブっていう作りですね。早速席に着いたんですが、着いた途端にというか追いかけられるように店員さんにオーダーを聞かれるという、これからそういうことがたびたび起こります。じゃあラガーハーフレッド、いや、すごいにぎやかとりあえずラガーのハーフリッターっていうのを速攻で聞かれたんで、あんまり考えないで頼みました。あとは食べ物だな。 Hello? Hello? Oh, order? うん、We have ラガー and ハーフレッド Now order? うん、うん、あと何がいいかな、なんか食べたいね。チキン、うん、ジャッシー、フライチキン、はい、うん、スタイアコイ、おお、いや、ベストナル。じゃあね、これフライドチーズね。いやいや、うん、Do you want? うん、OK、 That's all、 うん、グレイダー、 Thank you。 いきなりみんな数人がかりで注文に来るんでね、圧倒されてますけど、早く飲まして、とりあえずね。はい、じゃあホーチミンの最初の夜です。一人だからね、今日から。乾杯。一人旅もまたいいもんだ。おお、冷えてる。いや、冷えてんな、これ。ベトナムのビールなんてね、氷入れて飲むのが当たり前と思ってたけど、ここは冷てえ。いや、いいね。部屋から1分だよ。ビールはね、5万8000ドンだから、どのぐらい、290円ぐらい。これで安いね。これで290円はいいんじゃない。ジャパン、スペイン。 Yeah. Do you have a jute bar? Do you have a jute bar? OK. 今これ頼んだ。オーダー。Yes. Do you have lamb chop? Lamb chop. One for you. Only one for you. One, one.これ1個ずつ頼むの。ああ、そうだな。じゃあ2。みんなね、通りがかりの店員が全員注文を取ってくるっていうね。乱暴じゃない。ちょっと飲んでる間がない。うん、That's all, that's all. Yeah, just, Try it.
OK OK、うん、とにかくね圧がすげえんだよちょっと飲ましてくれとりあえずって感じもうやたら頼ませたがるっていうね。まだメニューも見てねえうちにねいきなり距離を詰めてくるね。あらこのいいね。とりあえず、ね、英語のメニューを今解読するとこからやってますからね。またチーズっていうことでねおすすめされたんで言われるがままに頼んでみましたよ。でもうまそうね。お結構粘り気がある、マヨネーズかな。チャンキー。いただきます。うんうん、これはかなり弾力があるチーズ。店員さんの注文攻撃も終わりまして、ようやくビールを落ち着いて飲んだり食べ物を食べたりできるようになりましたね。いや結構美味しいんですよ。さあさあ続いて注文しましたのはなぜかラムチョップ。なんで俺はベトナムで初日からラムチョップ食ってんだろう。まあいっか。これがねなかなかうまいんですよ。ただここがベトナムだってことは忘れちゃうけどね。一口目行こうとしたら店員さんにねおめえは切らねえのかみたいな顔をされたんだけどかぶりついてやったぜ。見てくださいこの店内にいる緑の店員さんの数。日本は人手不足なんて言われておりますがね、もう人海戦術ですよベトナムは。この日はね何杯飲んだっけな、つい久しぶりのベトナム嬉しくってね飲んじゃったんですよ。シゲ旅のマネ。あー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 酔っ払ってんなこいつは。とても安いお店だったんですけどね、あのラムチョップだけがめちゃくちゃ高くてですね、全部で6000円ぐらいの会計になりました。日本と変わらないよね。でもほぼラムチョップです。いやーはー飲んだね。飲んだって言ったってそんな飲んでないんだけど、なんかこのすごい賑やかな店だったんで、なんていうのかな、こう一息切れにこうやられてなんか酔っ払いましたね楽しかったな。でもね今日から一人だからね、うん、どうしても食べるとか飲むとかっていうのが大勢でワイワイやってるのと違ってね、なんかちょっと効率は落ちるんですけど、うん、でも楽しかったです。あのね今すぐそこが部屋なんだけど、ちょっともう全然違う方向へ歩いてんだよね。なんか面白いとこあんのかなこれ。あ行き止まり、どっかに出られないかななんて思って適当に歩いてんですよ。コンビニかスーパーに行こうかな。もう結構暗くて映らないかな。なんかねまあ適当に撮った宿なんですけど雰囲気があっていいんだよねこの小道。歩いててなんか面白い、なんか生活感もあるしね、うん、人ん家も結構あるんですよ。そうかと思うとねなんかコワーキングスペースとかあるしね、でカフェもあるしね。ここさっきあの雨宿りさせてもらった場所です。やっぱりねマレーシアと違ってまあ私あんまり中心地に泊まってないっていうのもあるけど、こうギュッとしてんだよね普通に。こう歩き回ってね、うん、人がガヤガヤいてね酔っ払っててね、うん、バイクはやたらいてね、うん、これはね油断するとね結構当てられちゃう街なんだよな、うん、お腹いっぱいになりすぎちゃうっていうかね。スーパー入ってきましたよ。イオンなんだよねここは。どんなもんがあるかな。いやー果物ね、スイカもあるよ。卵を買うとコップがついてくる。富士桜という名のお米。さあなんかちょっと食べるもん買ったよ。まああのお肉を食べたんでねちょっと小腹が空いてくるでしょうから、なんだか怪しげなおにぎりとラーメンを、ラーメンっていうかなんていうインスタント麺みたいなの買いましたよ。そしてコンビニ行ってみようかな。あそこにねファミリーマートが見えるんですよね。
なんか雨上がりの時よりも少しどうだろうな、ちょっと蒸してきた感じがするな。おお、結構大きい。わあ、イートインスペースがすごいあって、みんなすごい若い人がなんか食べたりいろいろしてる。ファミマですからね、例のあの音がするのかしら。ちょっと入ってみます。しないわ。で、自分で言うか。ディリリリリリン、ディリリリリリリン。いきなり酒の品揃えがすごい。わお、金宮もあるよ。ほら先輩、金宮があって、泡盛があって、日本酒がありますよ。霧島、黒、赤、白、すごいね。角瓶が1本4000円。わお、すごいね。ヘパリーゼとか売ってんだね。こっちの人は必要かも。おなじみのラインナップからなんだかちょっと見たことないものまで、ちょっと微妙に違ったりするものもあるよね。なんか冷凍食品が充実してるよ。タコ刺しからマグロ刺し、それから海鮮、ラム、豚、何これ、冷凍本玉、卵焼きか、すごいね。いわゆるこう、 おでん鍋もある。おでん、おでん、どうですか、気分のおでん。ほら、レトルトカレーはハチって会社が入り込んでますな。日本で見たことないかも。信州一味噌。はい、ファミマで買い物いたしました。やっぱり普通にさ、こうやって袋入れてくれるのいいよね。結構ね、こっちの袋は分厚い感じがするよ。さあ、今日は夕方にこちらに着いて、まだまあいくらも時間は経ってませんけど、食事に行ったり、雨に降られたり、コンビニに行ったり、イオンに行ったり、まあいろんなことして過ごしました。今何時かな。あ、9時ですよ、まだね。ですがやっぱりね、移動してくるとちょっとくたびれたりするもんでね、明日以降どうやって過ごすかまだ決まってませんが、こちらにも私の知り合いがいますんでね、明日の夜ご飯食べようかっていうことにはなってます。それまでどういうふうに過ごそうかなと思うんですが、まだ何も決まってないしね。何しろこちらも昼間は暑いでしょうからね、どうしようかな。まあでも無理しないようにですね、もうおじいちゃんですから私はね、でもやっぱりこの空気というか、雰囲気をね身にまとって楽しく過ごしたいよね。ベトナム編はどういう、まあ、動画になるか分かりませんが、よかったらまた皆さん、ご覧ください。1日区切りになるかどうかも分かんないんですよね、編集してみないと。まあとにかく今日はおやすみなさい。イオンですね、それからファミマに行って買ってきたものをご紹介しますよ。もう映ってるんですけど、こちら、なんて言うんだこれ、ポメロですよね。こっちでなんて言うか私知りませんが、大きなザボンのような、柑橘。これね、あんまり酸っぱくなくてね、なんかちょっと乾燥したような感じなんだけど、食べるとね、口の中にね、いっぱいこう汁が広がってね、大好きなんです。これタイでもベトナムでもマレーシアでも食べられるんで、必ず買うことにしております。実はマレーシアでも買って昨日食べてました。それからですね、なんだかよくわからないおにぎり、ファミマです。もうこれだとわかんないよね、写真見てもわかんないもんね。まあ、とにかく食べてみようっていう。それから、ちょっと汁物が欲しいということで、このこっちの現地の麺ですが、なんだかわかんないんですよ。わかんないまま買うってのが面白くて、何しろ麺がこんな色してるもんですから、今お湯が沸いたところなんでね、これからちょっと食べてみようと思ってるんですよ。お湯もね、こうやってやればすぐ沸きますからね。はい、ブクブクブク、ほらね、あっという間なんですよこれね。はい、これで麺を作ります。そしてこちらロータスティーです。まあこちらといえばハスちゃんのね、名産でございますからね、これちょっとティーバッグですけど買ってみました。あとはもう冷蔵庫の中行っちゃいましょう。冷蔵庫の中に直接カメラを突っ込む。まずはこちらね、バイフランっていうのは
プリンのことですね。これファミマで買いました。やっぱちょっと日本のよりね相当甘いんですけどね、ちょっと楽しみにしてみましょう。明日あたり食べようかな。それからちょっとお腹のねにいいものっていうんで、ビナミルクのこれ多分あのプレーンヨーグルトじゃねえかなと思って買ってきたもの、そして、こちらでございます。やっぱりビールですよね。水より安いビール、ビア最後まずはね。それからほら後ろにはバーバーバーも控えてます。もうベトナムのビールといえばこれが代表的ですよね。それからちょっと日本を懐かしんで伊藤園の麦茶なんかも買ってきております。まあ、こんなところからね、明日以降またちょっとねいろいろプラプラしながら見つければ買ってこようと思ってんですけどね。さあいかがでしたでしょうかね、今回のベトナム初日。まあ、これから何日かベトナムに滞在しますので、その模様をこの続きでお届けしますが、ぜひチャンネル登録そして高評価お願いいたします。最後までゆっくり見